どうにか動きそうなので早速やらせていただきます。1曲目は食べ物のイベントでもあるということで食べ物の曲をやろうかと思っておりまして、おいしいおいしいハンバーガーの曲をやらせていただきます。本日は福岡ストリート商店街 with 角フェスということで、本当にこのようないい場で演奏の機会をいただきましてありがとうございます。主催のいろいろな関係企業の方々や商店街の皆様とこの場で楽しく過ごしていけたらなと思っています。次の曲も食べ物の曲がまた最近できたのがあってですね、いろいろこれまで野菜の曲を作ったこともあったりして、例えばナスの曲とかですね、キュウリの曲とかあったんですけど、野菜シリーズ第3弾が最近できまして、トマトの曲ができまして、トマトマトという曲をやらせていただきます。
ございます。ありがとうございます。商店街の方々にひょくお世話になっております。あの箱崎駅でもマルシェって毎月もう定期的に開催されている場でも時よりこういった場をいただいてステージ演出させてもらったり、そんなご縁に感謝なんですけど、PA の島田さんもいつもありがとうございます。そんなご縁を思いつつ、ちょっと箱崎商店街の歌を作ってみようかなと思って出していただきました。よければ商店街の皆さんに届けたいなと思いながらやらせていただきます。我らが箱崎商店街ということです。よろしくお願いします。続いて箱崎の歌をまた本当にやっていただこうかと思うんですけど、よく箱崎のマルシェでやらせてもらっている箱崎はよかとこねという曲がありました。友達が大学の友達がですね、歌詞を考えて送ってきたことが少し前にありまして、それを受けて曲をこう考えてですね、一緒に作った曲というのがあって、学生時代の思い出とかそういう、まあ、心に入った曲なんですけど、皆さんもいろいろな地域のお住まいの方々がいらっしゃると思うので、自分たちが住む町のことを思ったりしながら聴いてもらえたら嬉しいなと思っております。で、箱崎はよかとこにてやらせていただきます。たくさんあるけど我慢しない、美味しいものどこへ
今日ちょっと1枚しか持ってきてなくてですね、限定1枚なんで挙手制ですので、
どなたか欲しい方いらっしゃらないですか？いらっしゃいですね。声かけてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後の曲は新しい朝という歌をちょっと最後出していただこうかなと思います。新しい冬の一歩でした。またこのイベントも楽しんでいきたいと思ってます。皆さんよろしくお願いします。なんとか乗り越えてありがとうございました。フールヒッポさんです。